さん、おはようございます。ダーマ役は金太郎です。深夜0時までミッドナイト23時おつまみ研究、ちょっと行きたいと思います。いろんなおつまみ、料理は娯楽でございますからね。やはりおすすめはですね、はい。香りが一番ですね。焼き鳥なの、ニラ玉なの、あとはちくわの磯辺揚げなの、あとはキノコバター、どれでも美味しいです。どんな味でも、はい。あとキャベツの、はい、焼きキャベツ、あとピーマン、レンコン、腐葉、焼けば美味しいです。ウインナーをマスタード、おつまみにしてもいいです。はい。柑橘蜜水。あとはその他、味玉でいろいろ変わるんですね。はい。あとお刺身ミックス、ユッケ風ですね。はい。あとは納豆オムレツ。あとはスモークサーモン、セロリと合いますね。あと食感では、ハムカツやっぱり納豆が重ねれば美味しいです。あとはまあ、そうですね。長芋小鉢もおすすめ。はい。生ピーマン、ディップしてもいいしね。はい。焼き鳥、お家でも焼き鳥簡単に作れるし、手羽先も簡単に作れる、取り付くね。あと、鶏皮ポン酢もおすすめです。ごぼうのパリパリもいいですし、唐揚げでしょ。チラタキ明太。あとは、油揚げ。塩気もいいですね、やっぱ。枝豆でしょ、やっぱり塩は。はい。ペペロン枝豆もよし、味も変もしてよし、生ハムもいいし、トーストも酒で合うね。あとは、乾き物もおすすめにします。天才は 2% の浅漬けもいいですね。天才でも、はい。あとは、まみの玉、出した卵とか、あと貝とかもいいし、アヒージョ、あとチーズをディップに添えるといいし、あとはまあ、炒め物をやったり、あと豚の味噌漬け焼き、あとミルフィーユ角煮、あとは刺激的に味付ける、やはりやっこでしょう、やっこさん。アボカド料理、あと人参、あとはまあラムルもいいし、おでんもいいし、鍋もいいし、塩わさび、カルパッチョ、そうめん、どれもいいです。以上です。バイバイ。